崎のおっさんも負けました。ダイナマイト野崎も負けました。そしてこの野崎プロレスの主催者山田修司は選挙で負けました。だが北海道の野崎は野崎は野崎はどこで渡すの。散々言うたらあかんこと言うといて、まあ、敗れたわけですから、あんま喋る体力もないわけですよね。はい、というわけで、私、ダイナマイトの野崎さん、に代わりまして、最後、マイクで締めさせていただきたいと思うんですが、その前に、やっぱり今年も山田さん、さっき選挙で落ちたって公言されたと思うんですけど、言われた後に上がるっていうね、今日あっちから、ね、上がってもらいましょう。そうですね、要は本当にね、数週間前まで選挙やってて、ほぼが、ね、この野崎プロレスにもタッチできなかったのに、これだけの人に集まっていただいて、よかったんじゃないですか。あれですね、じゃあちょっと山田さんからもぜひ今日集まっていただいて皆さんに一言本音の方お願いします。皆さんね、今日はどうでしたか、楽しかったでしょうか。楽しかった。いやー嬉しいです。皆さんも吉野さんも本当皆さんも嬉しいです。本当にごめんなさい。本当ね、いろいろあって大変なんですよ。やっぱりたかがプロレスなんですけどね、開催するにはいろいろね、体力もいりますし、時間も、お金もかかります。本当にね、これ運営していただくためにたくさんのね、スポンサーの方、そして今日会場で、ずっと陰のとこで張ってて真ん中でしゃべりました陰でですね、一生懸命応援している、ボクストックスの皆さん、出演者の皆様、野崎高校の後輩たち、会場に来ていただいた皆さん、嬉しいですね。やっぱりね、僕好きなんですよ、野崎が。やっぱりね、ちゃんと言葉出して、少ないお金ですけど、これをやりたいっていうとですね、ちゃんとね、ゼウスさんとか、レッスンの方がちゃんと夢叶えてくれます。だからね、ほんまちびっこもね、まだまだいけるよ野崎なんて、これからはもっともっといけるし、だからね、いっぱい挑戦していきたいと思います。まあ選挙は負けましたけど、まあ大丈夫、頑張れ。4年後に。いやでも、本当はね、今日はこれで、ね、十分です。最後にね、本当に皆さん1回目から本当にありがとうございます。もう本当無理難題聞いていただきました。ありがとうございます。最後にですね、やっぱり一番僕が支えていただいている家族ですね、もう一度、陽子さん、申し訳ないな、うちの嫁がね、本当ね、仕事しながらも支えてくれてますので、ちょっと皆さん、一つだけお願いです、やっぱこういう活動をしていくには、嫁さんも協力なしでやっぱりやっていけないと思いますので、嫁さんに一度拍手していただいてもいいですか。ありがとうございます。もうお腹いっぱいです。はい、ありがとうございます。もうこれでも全て吹っ飛んだでしょう。というわけで、こうやっておだてておいて言うのもなんですけど、来年やりますかね。完全に今瞳孔開いてましたけど大丈夫ですか。何でしょうかね。いけいけ、板川さん絶対来てくださいよ。まだまだ3倍ぐらいいけます。でスタッフの方も皆さん、もっともっと協力していただけますでしょうかね。大丈夫ですか。やりますよ、本当にやっちゃいますよ。
あかん人はブーイングしてあげて、あかん人は。ありがとうございました。本当に山田さんね、僕から見てて本音でちょっとやばいなって、この人ちょっとやばいなって、本当に僕みたいな男がこの人やっぱりちょっとやばいなって思うんですよね。だから皆さんも本当に選挙の時ね、応援したろうって思う人と、この人はちょっと市議会議員になったらまずいんちゃうかなって思っちゃう人ちょっとおると思うんですよね。けどぶっちゃけ本当におると思うんです。けど僕は山田さんが第1回の野崎プロレスからすごい満員のお客さんを集めて、そのたくさんのお客さんの前で僕らがプロレスさせていただけるっていうのは本当に感謝してるんですよ。で、初め第1回開いた時にこの人本当にできるんかなって思ったんですけど、本当に満員の方来てくださって、2回目3回目って続いて、なぜか雨やった天気予報までもが晴れて、たくさんのお客さんが来て、本当に山田さんすごいなって思ったんですよね。だから僕はここじゃなくて大阪市内なんですけれども、山田さんがね、次また市議会議員ね、立候補して時にはちょっと大丈夫かなって思いながらも票を上げてで通ったら、おちょっとやばいけどなんかやってくれるやんって感じでやってくれるんじゃないかなと僕は思うんですよ。本当にすいません、長くない、大丈夫ですか。ものすごい本音で話してるんですよ。すいません、じゃあ締めてくれ言われましたんで、本当に今日もこんだけのたくさんの皆さんが来たことに心より感謝いたします。ありがとうございます。じゃあ皆さんでご起立いただいてよろしいでしょうか。ここ今日来られた方、野崎の人はたくさんおられますか。野崎の方手挙げてください。あ、大東とかあんまりいないんですね。あんまりいないんですね。すいません。じゃあ僕が今日は野崎プロレスって言うたら、みんなでわっしょいわっしょいわっしょいと普段出さないぐらいの大きな声でいきましょうか。よいよいですか。いきますよ、野崎プロレス、わっしょい、わっしょい、ありがとうございます。6時にはもう出ようか、みんな完全に出ますので、もう、引き分け出ちゃう、はい、6時にはもう出ます、もう多分ほとんどないです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、いや、こっち向いてもらいます。すいません、どうですか、ちょっとこっちがちょっと状態してまして、写真。はい。はい。行きますよ。はい、やりました。あ、ごめんなさい、もう一回いくよ、はい、せーの、ありがとう、はい、やりました。アコレースウイチカリちゃん、上から見ててずっと手振ってるから、あれと思って1回目から来てて、去年気づいて帰ってから、でプロフィール、インターネットで見て頑張ってんねん。そうやね、ありがとう、びっくりした、ありがとう、これ1つ1500円です。